こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon 輸出の肝となるですね、目利き力。この目利き力というのはどういう力か、それをつけるにはどうすればいいか、それについてお話します。目利き力とは、具体的には以下の3つの能力を言います。まず、たくさんの商品から儲かる商品を選ぶ能力。これは例えば、まんだらけに行った時ですね、初心者の方は、商品もわからず一個一個、バーコード検索して、たまに店員に注意されたり、周りの人にチロッと見られて気になったりね、しながら、1時間に数個、ね、または2時間、探して数個、そんなようなペースで商品を探します。ところが、商品知識があって、まんだらけ仕入れ、あるいはリアル仕入れ、ネットでも仕入れができると、それこそね、何千という商品を買ってきたベテランになると、はっきり言ってバーコードはほとんど使わないです。さっと店内を眺めて、ああ、これあるじゃん、売れるんだよねって言ってね、さっと買ってきますね。この、目利きのできる本当に、達人というかですね、月収100万超えてるような人たちの場合は、本当に、数分ですね。10分ぐらいで、だいたい数個の。しかも、文句なしの利益率。50%以上とか。そういう商品を見つけます。これはもう単純に数ですね。興味を持ってる商品を数、取引してれば、あの商品儲かった、この商品は損した。この商品を買って、何ヶ月ぐらい売れた。そういうのがね、頭に入ってるとか、あるいは表を作って、頭に叩き込んでるという場合にはもう、素人の方で100倍以上の時間の差があります。100倍以上の時間の差があるってことは、初心者の方駆け出しでね、一生懸命頑張っても時給500円以下の換算でしかね、稼げないという方が100倍ですから、だいたい時給5万円以上の商品が見分けられると。100倍以上の差があると思いますけど、だいたいそんなイメージです。たくさんの商品から儲かる商品を選ぶ能力。それから、その商品が値下がりする商品か、値上がりする商品かを見分ける能力。これもね、マニア心がわかるというか、今までのデータというか、それらをトータルして、この商品はね、値上がりするから、買っといて、いっぱいたくさん、買っていいやと、寝かして売ろうと、この値段で買えるんだったら、お得だねって言って、一気にね、何十個も買えちゃうと、100個も買えちゃうというのはもう目利きがついたからですね。これね、目利きがつかないうちにこんなことやると、全然値上がりしない商品とか値下がりする商品をたくさん買ったらね、とんでもないことになりますんで、初心者は真似しないでくださいと。良い子の皆さん真似しないでくださいって感じなんですけど、この商品は上がる下がるってのはわかる能力。それから、これがね、一番重要なとこなんですけど、売れた商品から芋づる式に売れる類似商品を見つける能力。これがね、非常に重要です。なぜなら、基本的に中古を買ってる、まんだらけ仕入れ、買取専門店の仕入れだと、全く同じものを全く同じ値段で買うというのはですね、正直毎回できることじゃないです。だから一つの商品が売れた時に、この商品が売れるんだったらこっちもいけるだろうっていうね、推測ができるかどうか。だから、一個商品が売れてね、その商品を仕入れに行ったら、その商品なかったと。だけど、あの商品が売れたから、これ売れるだろうって商品がね、3つ見つかったとか10個見つかったってことになれば、全然その同じ商品がある必要すらないと。この3つの能力が目利き力と言います。この力がね、どれかついてくれば仕入れは非常に楽になってきます。3つともあればね、はっきり言ってお金さえあればどんどん仕入れて、転売できるという状態になります。これができないうちは、なかなか苦労するんですけど、興味を持てる分野でね、きちんとやっていけば必ず身につきます。そして時間をできるだけ早くするように、目利きがつくまでの時間をできるだけ早くね、つくように、個別の、この商品買ってこうでした。この商品買ってああでした。この商品買って儲かりました。この商品買って儲かりません。この商品買って儲かりましたけど仕入れができません。というのをですね、個別に細かく商品ごとに聞いて、サポートしているのが転売アカデミーの、転売を特別サポートプランです。ちなみにこれはね、マニュアルの会員のサポートチャットですけど、なんかだと、
まあ、ホリデーシーズンにね、寝かした方がいいですかと。ホリデーシーズン前に売った方がいいです。ね。なぜなら、ホリデーシーズン前に売って売れたらどんどん在庫を増やしておきたいからですね。ホリデーシーズン用の。だから、ホリデーシーズンまで待っててもしょうがないですね。待ってて、在庫入れてね、すぐ売れちゃってホリデーシーズン中に仕入れてももう追加間に合いませんので、それだと儲け損ないます。で、こういうのをね、個別の商品を聞いて、あ、これは、値上がりするんでね、自信持って買ってくださいとか、これ、まずは売ってみましょうとか、いくらで売りましょうとかって、やっぱり、個別でサポートした方が全然間違いもないしね、早く目利き力つくんで、その辺がこの、マニュアルと特別サポート、個別サポートの違いかなという気はしますけど、マニュアルサポートでもここまでのサポートはさせていただいてます。具体的な商品のね、添削まではできませんけど、どうする、こうするっていうのはサポートさせていただいてます。また今、この喋ってる動画自体がね、マニュアルサポート会にお見せしてますんで、質問に、ね、いい質問というか役立つ質問であれば、こういうふうに皆さんでシェアする形で回答はしています。それから、ホリデーシーズンって普段より値付けは高めに設定するんでしょうかと。これ値段は変えません。細かい説明とかは、また別な動画でしますけど、値段は変えません。高値で売りたいならホリデーシーズン前に納品するって理解でいいでしょうか。これ、高く売るっていうのが目的なら、高くなるまで待ってから売ると。高くなるまで待ってから売るってことは、高くなる商品か、値下がりしていっちゃう商品か分かんなきゃいけないということでね、この質問だと、スキルが正直分かんないんで、答えもね、なんか全問答みたいになっちゃってますけど、高く売りたいなら基本的には時間が経ってから売った方が高く売れます。ただ、例外的にというか、初心者の方が簡単に見つかる商品は、逆に時間が経つごとに値段が下がっていっちゃう商品が多いです。値段が下がっていっちゃう商品で、儲けるっていうのはなかなか厳しいんでですね。ここを何とかするというか、目利き力をつけて、早く値下がりする商品が分かるようになると、非常に稼ぎやすくなりますね。値下がりする商品が分かる。すなわち、値下がりしない商品も分かる。値上がりする商品も分かると。まあ、こういう状態にならないと、なかなか仕入れもおっかなびっくりでね、仕入れにくいと思います。そしてこれが一番多い質問。フィギュアって同じ商品が何度も繰り返し仕入れができないので迷ってます。あ、ここなんですよね。同じ商品し、売れたから同じ商品を仕入れたいと。同じ商品がない、あるいは高くて採算が合わないときに、待てば安くなるのか、あるいは安く仕入れられる可能性があるのか、そのフィギュアと類似の商品は何なのか、この辺のことがね、できてこないとなかなか稼げないです。仕入れがうまくいきません。ですんで逆に何度も繰り返し仕入れ可能な商品を探していくと。まあ、これしかないという形になりますね、とりあえずは。そんな形で、このね、マニュアルサポートだとどうしてもここまでが限度なんですけど、何しろ、目利き力をつけていけばこの辺の質問のことは全部クリアされると。ね、目利き力を早くつけるには、どんどん数当たると。で、数当たるのもね、際限なく仕入れてたらお金がいくらあっても足りないんで、この商品どうでしょうか？売れますか？仕入れようと思うんですけどというのを個別に相談していただければ、個別にお答えさせていただいております。そんな形で、今日は目利き力とはどんな力か。まあ、ちょっと長い動画になっちゃいましたけどね、よくいただく質問なんで解説動画を撮らせていただきました。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。